スイスイスイ、このように尾ひれを動かすイルカを作ります。色のついた部分を上にし三角に折ります。しっかり折り目をつけ戻します。90度回し、再び折り目をつけ開きます。こちらの角を中央へ折ります。反対側の角も中央へ折り、このようにします。裏返し、こちらの縁を真ん中のラインへ合わせます。そして折ります。こちらのラインも真ん中のラインに合わせ折ります。これが、この部分がヒレになります。胸びれです。こちらにイルカの頭を作ります。一旦この先を真ん中へ折り、再びジグザグにこのように Z 型に折って戻します。この角がこの角の上に来るように折ります。この部分をイルカらしく細くします。このように細く斜めに折って、この部分は潰します。こちらもこのように細く折って、この部分は指を入れて膨らまして潰します。多少汚くなっても結構です。ここの角が出っ張ってしまっているので45度このように折り曲げます。こちらも45度折り曲げます。これでイルカの顔の完成です。この部分に折り目をつけます。このようにこの白い四角を2つに折る感じで、このように折って、顔と逆側、おひれ側にしっかりと筋をつけます。一旦開いて、このように斜めに折り、おひれ側に、後ろ側にしっかりと折り目をつけます。このようにしっかりと後ろ側に山の形に折り目をつけます。ここはへこんでます。こうすることで両側から押すと、ここが動くようになります。しっかりと尾ひれを作ります。一旦裏返し、ハサミでこの部分まで切ります。このあたりまで切り、ここをこの斜めのところに合わせるように、このように折ります。折って、ここの切った部分のあたりで、このように外側に折ります。こちらも同じように、この白い部分に合わせるように、このように折り、ハサミで切ったあたりから外側にこのように広げます。ここは重なっていて OK です。再びひっくり返すと、このようにしっかりと尾ひれができました。
あとはこの部分をしっかりしっかりへこませて、ここをしっかり山折りにして両サイドから押せば、尾ひれを動かすイルカの完成です。ぜひ作ってみてください。